はい、73段です。まあ、73段先に、まあ、教養試験の方のさっき結果発表したんですが、まあ、教養試験の内容の方はまだちょっといかずに、先に論作文の方、振り返っていきたいなというふうに思います。問題用紙は本当にこれ、1枚でしたね。1枚で。ちょっと軽くメモがしてあるんですけど、これだけなんで、まあ、基本この解説を読んで一緒に見ていきたいなというふうに思います。まあ、問題がこんな感じですね。社会人に求められるコミュニケーション能力についてあなたの考えを見ます。まあ、考えっていうところは、難しいですね。なんか求められる能力とかでもなく、まあ、ただただ社会人をまとめるコミュニケーション能力についてっていうところで、まあ、書き方結構困ったっていう記憶はあるんですけど、まあ、論点としてはこんな感じですね。社会人を求められるコミュニケーション能力の定義。はい。コミュニケーション能力っていうのはどういうものなのかという定義ですね。で、1のように考える理由と、社会人を求めるコミュニケーション能力を今後どのように実践するか。まあ、実践するっていうのは、まあ、消防官としてっていうのが書きやすいのかなというふうに、思います。はい。まあ、採点基準については本日は割愛させていただきます。はい。解説もこんな感じですね。まあ、回答例を読んでいただくのが一番早いんじゃないかなというふうに思いますけどね。はい。うん。まあ、出題の趣旨としてはいいかな。これはまあ、コミュニケーションが大切だよっていうのが書いてありますね。はい。内容面のポイントとしては、まずコミュニケーションというのはどういうものなのかっていうことね、相手をまあ話すだけじゃなくて、話を聞くだけじゃなくて、ちゃんと伝えるよっていうのも入ってるよっていう。で、それが社会人に求められているよっていうところで、まあ愛に踏み出す力、考え抜く力、チームワークってとこ書いてありますけど、まあそこをね、コミュニケーション必要な理由というところにも書かれていて、それがまた学生のコミュニケーションと社会人のコミュニケーションの違いですね。はい。まあ学生のうち、はこういうコミュニケーションだったので、社会人はこういうコミュニケーション必要になったっていうのがね、そういうふうに書いてありまして、で、回答例がね、こんな感じで940文字ですね。東京消防庁はまあ800から1200って言われてる、まあ大体1000近く書いてればいいんじゃないかなという、ところで、必要な能力ですね、社会人として。必要なコミュニケーション能力について、書いた結果というところになります。で、自分もまあ大体900文字ぐらい書いて、内容的にもまあそんなに、まあ社会人がコミュニケーションが必要で、まあその学生との違いっていうところもちゃんと書いたつもりではいるので、まあ論点としては大きく逸れてないのかなというふうに思いますね。まあ構成的なことについてもそんなに問題なかったんですが、ちょっと内容が薄いというか、まああんま実体例とか具体例が少なくなってしまったので、ちょっとそこは、もしかしたら減点される可能性はありますが、まあ、趣旨としては、それてなかったんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、自己採点等できないので、なんとも言えないんですけど、まあ、また帰ってきたら、ちゃんと反省したいなというふうに思います。ご視聴ありがとうございました。